横手市にある養鶏場で大量のニワトリが死に県が行った遺伝子検査の結果高病原性の H5 型の鳥インフルエンザウイルスが検出されました県はこの養鶏場から半径3キロ以内にある養鶏場などに対してニワトリの移動を禁止するなどの措置を取ったほか今日は午前からこの養鶏場で飼育されているニワトリおよそ14万3000羽の処分を始めました 横手市にある養鶏場でおとといから、昨日にかけて190羽のニワトリが相次いで死んでいることがわかり、県が行った遺伝子検査の結果、高病原性の h5 型の鳥インフルエンザウイルスが検出されました。県は養鶏場の半径3。キロ以内について養鶏場などからニワトリや卵の移動を禁止する。移動制限区域に指定し。 半径10キロ以内をその地域からの出荷を禁止する搬出制限区域に指定しました横手市の国道13号沿いですこちらには養鶏場に向かう車両などに対して消毒を行う場所が設置されていますまた半径10キロ以内では消毒ポイントを複数設け畜産関係の車両の消毒を行うことにしています 横手市の国道13号線沿いに設けられた車両の消毒ポイントには消毒液を車両全体に吹きかけるスプレーが配備され県の職員およそ5人が消毒に訪れる車のため常時待機ししていました現場の養鶏場で130人を超える県や自衛隊がニワトリおよそ14万3000羽の処分を始め 午後4時までにおよそ3万1000羽余りが処分されたということです作業は5日間から7日間かかる見通しです